チの出会いは、レコーディング、3年前、4年前ぐらいかな、のレコーディングのタイミングで、その時、テックで入ってくれてた方が、EVH を持ってきてくださって、自分が作りたい歪みの音みたいなのを、一緒に EVH を使って作っていく中で、ちょっとつまみを動かすだけで、そのいろんな種類の歪みが作れるっていうのがなんかすごい魅力的やなって思ったんで、そのレコーディング終わりに即決で買いましたね。まあチャンネルが3チャンネルあるんですけど、僕は基本的にエフェクターで歪みのエフェクターを用意してなくて、基本スイッチで全部アンプのつまみでやって歪みを作ってましたね。オーラルの楽曲ってすごくこう幅広くジャンルにあんまりとらわれずに作っていってるので、その歪みの種類がむちゃむちゃ必要になってくるっていう、あ、もう EVH ありきっすね。今なくなったら結構困んなって感じはしてます。ということで EVH、 これからもよろしくお願いします。以上、山中拓也でした。